た悪い夢。ご両親空襲でやられたようです。兄さんも私と同じね。親子ともども縁あってこうして引き取ったんだから。だから私はどんなことがあっても死んではいけない。伏せろ。銀座を襲ったあいつ大戸島だ。ゴジラですよね。あんなもん倒せっかありません。東京がまた火の海になるのは見たくない。戦争が終わってないんです。今度の戦いは未来を生きるための戦いなんです。ゴジラマイナスワン。